ございます。とりあえず朝一は大丈夫です。取れそうです、ね、大丈夫。いいっすか、これで。おいおい、ベルト何してんだ。やっぱバレてました。バレーも何もねえ。 ベルトどうしたんだよお前。ベルトはどっか行っちゃったんで、ちょっとマリモさんにつけてもらいます。どっか行っちゃったって何。今閉めろお前、始まんねえよそれ閉めなきゃバカ野郎、ほんとしょうがねえな。ちょっと侍が、そう、侍が刀忘れるの一緒だよ。そうですね、ちょっと変わったと思って気が緩んだんじゃないですか。ただ朝飯は食ったらしい、ホテルで。だから昨日深夜の2時3時にマルゲリータ食った上に朝も食べた、朝も食べたでしょ、あの小食の松本が。だから変わったかったんだよ。そうですね、だいぶすごいね、朝飯食って褒められる変わった、お前変わったなって褒められる。子供持ってて逆じゃない、上下、上下逆じゃない。結構きついっすこれ。ヒムさん こんな上でした。っていうか全然違うと思うんだけど。諦めないでくださいよ。いや、やってるからさ。小手差し2日目の朝だよ。おはようございます。おはようございます。今回はい、さあどこでしたっけ。小手差しですよね、埼玉小手差しなんですけど、はい、まあ、1番の目標は勝つこと、はい、2番目が我々は変わること、はい、はい、昨日の夜参加場覚えてますか。はい、じゃあ、はい、あ、僕からですよね。はい、はい、ヘアスタイルにこだわりを持たない。おい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 、忘れてんじゃねえか。何でしたっけ。ヘアカットを強要されたら断らないでしょ。はい、あ、はいはい、ヘアカットを強要されたら断らない。蓄能っぽいけど蓄能じゃない。リミッターを設けない。危なかったですね今。ちくのっぽいけどちくのじゃないわ。やっぱ何と考えてなんすか。過剰じゃないですよね。守ること、だからこの三箇条我々、はい、今回の旅絶対守んなきゃいけないんですよ。はい、つまり、はいはい、買ってきてよって言われたらもうすぐ行かなきゃ。ま、守らないといけないですから、はい、あれ、マリモさん蓄能っすよねって言ったら、いや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 、全力で全力でこれ否定しちゃうけど、そして一番大事なところです、はい、もう出玉のリミッターは我々は作んないです、儲けないです、はい、もちろんです。もう行きましょう、はい、あなたひどいですよここまで、はい、旅打ち、はい、3回出て、3回ともマイナス1300万です、はい、そのマイナスのリミッターとか外さなくていいんで。言おうと思ったら言われちゃった。分かってたんだな。ドンと勝ちましょう、はい、頑張ります。さあ朝一、昨日何行くって決めましたっけ。凱旋ですね、はい、で凱旋が今3台並びで空いてたんで、はい、ただ昨日はなんか良さげだったんだよね。そうですね、あのデータ見ると一昨日も良さげだったし、はい、まあ、凱旋力入れてるのかって気もしますけど、うん、はい、チャンプどうですか。いや、あなたです。あ、なんでチャンプって。はい、でもチャンプじゃないですか。いや、僕角台いけると思います。はい、角台で。角台しかいけない。僕は角台を取りまして、はい、今日は勝てる気がします。青い鳥も見つかると思います。なるほど、はい、私その隣に取りまして、はい、多分いけると思います。青い鳥が見つかると思います。はい、僕はそのキムさんの隣に取ってやっぱ青い鳥が見つかると思います。いきますか。はい、行きましょう。パチンってあの、はい、いつものやつで。はい、行ってください、はい、行くぞ。なんでこういう空気になるんですかね。だって当たり前じゃん、ここでやんないと。え、そういう問題ですかね。そうですよ、はい、それは行くぞ。あんま変わんねえ。なんかおい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 、三箇条じゃねえぞ。四箇条だろうよ。もう一個忘れてねえか、大事なこと、はい、パチロボですよね、はい、今日はきっちりデータ取ってください、はい、マイデータを開始して、はい、
表示固定にして、はい、まあ、表示固定 しなくてもいいですけど、うん、してと前データ取ってるって分かりやすいんで、あ、はい、表示固定にして、はい、最後に QR を読むと、はい、データがザッと入るんで、はい、あの実践データ取る必要全くありません、はい、こんな便利な機能が今まであったのかそうですね、エジソンに次ぐ大きな発明ですから、もう世界的な発明ですから、そうですね、でどうなったを受け取りにすると、はい、辛辣なコメントがいますからあ、でも褒めてくれたりもしますから、しますします、ナイスやめどきみたいな、なんで、はい、そこまで楽しんでと、はい、はい、わかりました、じゃあいきますか、はい、じゃあもうあいついつもね、またやるっすよ、いきましょう、はい、3回目ですかねいくぞカスって言ったこの番組は旅嫌いの木村魚拓があえて旅打ちに挑む目的がよくわからない番組である。凱旋からスタート。マイデータを取る場合はまずはホール機器のマイデータを開始しよう。やめる際にパチロボで QR を読み込んでマイデータを回収しよう。これでいいんですよね。あ、この台大チャンスです。大チャンスというか、前日の最終ゲーム数が864なんで、据え置きだったらすぐ天井、すぐ行きますか。はいはい、今19勝5敗なんですよね、旅市が19勝5敗。これね、19勝6敗になるのと20勝5敗になるのも全然違うんで、気分的に今日はぜひとも勝ちたいんですが、もうガンはこの人ですよ、もう完全にこいつなんですよ。なんかこいつはね、旅打ちっていうか人生舐めてるからあれは手袋は手袋していいんですか。でね、え、手荒れがひどいんですか手荒れは、じゃあお言葉に甘えて、いいねいいね、なんか本気って感じが本気って感じがする。じゃあお言葉に甘えて、ちょっと僕いつも手袋して打ってるんですけど、旅打ちはちょっとね、あの規律を守った方がいいのかなと思ってしてなかったんですけど、パラッソだったらあると思うんだけどな、手袋。これがあるとだいぶ違いますからね。慣れない人がやるとプレイスピードが遅くなるんですが、僕はもうプロフェッショナルなんで全く落とさないです、スピード。新手のプロだね。あ、逆回転してる。あ、いた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 、準備準備準備にいる。チャンスチャンス、当てて。ああ、これはおお、え、いきなり、ああ、当たる当たる当たる、これは当たるでしょう。いいっすか。え、あれ、あ、びっくりした、ゲットだった、すごい、投資7000円、154ゲームで一番乗りはマリモ。幸先いいっすね。昨日からどうした。そうっすね、やっぱ変わりましたね。変わりましたね。変わりました。いいじゃない、黄金色に光り輝いちゃうんじゃないのこれ。ほらー、本当に勝った。一発目からこれやりました。あれ、人のために力を発揮できるようになりましたよ俺。行っちゃって、やりました、行っちゃって、俺 やります、やります、行きますよ、あと俺らだよ、行きますよ僕。いや、びっくりした、たったの7000円で天国スタート。するとここで、おお、やっちゃった。ちょっと変わりすぎたかもしれないです。いいんじゃないの、リミッター外したんだから誰よ、ほら7でお願いします。7で中段ゴッドで7。えい、いや、まあ普通に考えたら外れだよいや、ま、ある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 。はい、ほら、
ちくろうじゃねえぞ俺は。ぽいけど。すごい。うわし。やった。早い。早いね。おーい。変わりました。大舟に乗ったつもりでやってくださいよ。もうついていけねえよな、変わりすぎちゃって。いや、変わりすぎても眩しい。次変わるのは君だよ。はい。任せてください。まあ、いつも通りだよ、ね。いつも通りだ。今んとこいつも通りですけど、これから変わりますから。だよな。はい。俺も頑張る。はい。いや、すごい。素晴らしい。もう、あと出すだけなんで。マリも変わりすぎ。すげえな。すごいっすね。170ゲームしか売ってないよ。ゼウスステージにゴッドゾロいって俺右上がり1回しか引いてねえ。いやー、しまずいな。あー、しかも なんだ、どうしたな、なんですか。これかこれじゃないですか。あ、旅牛で初めてつけましたから。いっちゃって、はい、もう1回もう1回、7で。いやいや、ここで揃えたらお前寿命縮まるから。手加減、手加減して。流れが来てるからもう絶対揃うと思っちゃう。いや、ちょっと今のびっくりしましたね。ナダがいます。ナダ、ナダ、まずナダ。おお、来た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 よ、ほら来たよ来たよ。いや、あるな、お前。ありますね。あるな。何が起きてんだ、これ。何が起きてんだ。お前すごいよ。決めますね。俺決めますけど、はい、お前は今神だよ。お前の望むものは何でも叶うようになってね。やります。すごい、コスモが見える。コスモがやる。やります。いけ、白手袋。そう、うまくはいかないね。やっぱ蓄能なんじゃね、神じゃなくて。蓄能じゃない。蓄能っぽいけど。蓄能効果すごいっすね。惜しい。見えたな。あ、右上がりだ。え、頂点にいんのかな。これ乗るでしょ。でも左ファーストのじゃないから乗るんですけど、乗るんですけど左ファーストじゃないから設定差があるやつじゃない。もしかしたら右頂点国上がってるかもしれない。あ、もしかしたら、まあ、なんかキモい。ほら、いや、なんか出してんだから。いやいや、そうなんだよ。なんかなんかキモいよ。なんでよ。いや出し切ってキモいよ。なんでだって今まであんな負けしたじゃん。なんだよ、何が起きたんだよこれ。逆に怖い。またリップ3。お、リップ4。ちょっと僕 やります この流れで。あ、リプ読んでマリモさんに続きますよ、はい、リプ読んです。マリモさんに続きますから任せてください。俺あの手つきで揃うような感じ全くしないんだよな。ボートが止まっちゃってますもんね。コイン入ってないんだもん。7ありますよ。7と S が当たる。気合い入れろっつってんだバカ野郎。ひでえな。あ、ここがバッレバーかな。鏡持てない。おい、お願い。おい、いけるいける。おー
やったーやったー、だ気合いだって、はい、気合いですね。そうだよそうだよ。すごい。じゃあ次は木村さんお願いします。オッケーオッケー。V 揃えた。鏡なしだよね。 なしでした。5分の1です。いやすげー素晴らしい。はよか、よーしよしよし。あ、本当に、投資が1万円、237ゲームです。すげーな2人とも。お前らすげーな。変わりましたよね。変わります。変わりました。あ、ちょっと俺、いや、小手差し違いますね。違う。小手差しか。今青い鳥見えた、うん、青い鳥は両サイドにいるかもしれないですよ。あ、マジかマジか。今ここ青い鳥だらけですよ。じゃあ お前らと一緒に番組やれってことか、もしかしたら。そう、そういうことかもしれない。じゃあそのためには、あんま乗ってないよ。そのためには木村さんも青い鳥探してください。え、俺青い鳥を探す方だよ。で青い鳥がいたんだよね。俺も青くなるの。いや、もう木村さんはもう青い鳥見つけたようなもんですよ、私たちを。こいつ何言ってんだよ。もういいか、消化しろよバカ野郎。出だしは絶好調。さあ中断機ながから煽りが続いてる。そうだけどな、当たっていそうだけど、激アツ当たりとかじゃねえかな。だよね。よし。さあ当たった。投資が11本。260ゲーム。続くぞ俺も。続くぞ。まだあと6セットありますからね。最低。最低よ。もしかしたらこれ以上ありえます。2つ目です。さあ1セット終わっているのかいないのか。さあ次ラスト。いいか。おい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 、なんだよ。何やってんのかね。何してんだお前、これ何してんだよ。ほんとすいません、15枚こぼしたんだよこいつ。15枚。ほんと増やない。ナイスキャッチ。これってキナナだからこれの権利あるんですよね。大丈夫、あの次キナナ引いたらこれアッカになるから。あ、なるんですよね。はい、取り返せよミスを。ある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 。右上がり右上がり。バカ。あ、これが足りなかったです。これが。じゃあそういうことじゃ、そういうことじゃないと思います。さあ、3連終了してしまいました。上乗せはなしです。まあ十分取れてる。うわ、なんか変な感じです、ダイヤ2連、はい、ダイヤが枠内2つ、ここの権利は今のところで出るんですよね。これ何セットまであるんだ。え、 8? あ、8、8です、8です。4連左ファーストかナビなし。弱い。よっしゃ、2度目です。いきます。もう1回リプレイ引きたいな。あ、あ、引いたかも引いたかも。あ、リプレイ引いたかも。リプ6。あ、違う、うわ、なんか引いてる。熱い役。これあれじゃない、2つってことは右上がりなんじゃない かもしれないですね、鏡鏡鏡鏡鏡。いいよいいよ、あ、いいよいいよ、中途に中途にリップリップ、いや、ペースを揃えて今です、今です、今です、今す、おい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 、え、リップ7、まだ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 全然ある、全然ある。もう一回、もう一回リップ
弱い。あるある。おい。1番だ。十分だ。十分だ。いける。いけます。いけます。よっしゃ。すごい。7しか見えない。7しか。3ないよ。453。453。3ないよ。153。よっしゃ。おお。153。乗せな。すごい。ああ、7がない。すごいな。2枚か。決めたい。そろそろ7を、じゃない、鏡を。おい。止めます。いいよ、いいいい、全然全然。 V 行こう、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  V、 V、 はい、 V 行きます。くぅそう、もう一個あるんですよね、 G ストップは。なかった、ここ行けないっす。まずは、まあ1個、まず行きます、でしょ、ステップアップ。じゃあステップアップしていきます。決めよう、決めよう。いきなりゴールにはいかない、ステップアップしていきます、ちょっとずつ。あ、そうか、まだまだあるんだ、まだあるんでした。な、な、何してんの、な、な、な、何してんの。なあそりゃねえよなあ。いや、ちょっとどういう反応するのか見たくて。そう、いや、頼むよ、ほんと。きっちりやってよ。はい、すいません、ちょっと。お前、また昔のお前に戻ったよ。一瞬。いや、この間隣が、あれで7揃えたんで。いや、ダメダメダメ、そんなか。そうなれたかなと思って。いや、ダメダメダメ。ダメですか。ダメ、ダメ。そうっすね。まあ、狙わないとダメですよ。そう、もちろんだよ。失礼しました。マリモさん、丁寧に行きましょう、丁寧に。いや、なんかもうワンチャンあるかなと思って。ねえよ。なに、ワンチャンとかねえから。なんだそれ、お前。じゃ外します。鏡出す、ここだ。うまいな。そうっすね。よし。何なんだ、マジで。何なんだよ。 あんなに出してるのにね。ちょっと、まあ、適当に割ったやつ、やったせいだよ、画面2回も。本当はもう1回やりたかった。ふざけんな、お前。いや、マリモさん、や、よくやりました。え、いや、いいの、すごかった。優しいな。こういうの何ていうか、してっか、慣れ合いって言うんだよ。はいはい、じゃねえよ。出せば何でもいいよ。バイソン、どうする、これ打つ、打つ。移動はしたいなって思ってます。いや、でも知って思うんだったら今じゃない。そうですよね。マリモさんの向こうの台ってど、ああ、だから2人でこう動くのはありだよ、ね、はい、あ、そうします。朝一台の方がいいですもんね。じゃあそうしようか、はい。二人同時に大移動。849枚ございます。じゃあ2台目行ってみたいと思います。手応えなかったんですか。いや、分かんない、分かんない、分かんないってなんだよ。中断ケアで当たっただけだな。そういうことですか。ローリング作戦で。ローリング作戦、はい、そんな作戦があったんですね、はい。朝一だよ。俺らリミッター作んねんだよ。そうっすね。そうだよ。はい。立ち回る。大移動のリミッターもないと、ね。当たり前だ。立ち回るぜ今日は。ローリング作戦で勝つ。お、続いた。あ、乗った。10発10セット。二桁連です。すごい。変わった、変わった。
前は本当に成長した。この一番で。ただこいつだよ。お前だよ。帯を巻くのが成長変わったってことじゃないですからね。はい、あれ。解放しますから。じゃあ解放するのね。はい、解放します。立っていくよ。はい。いくよ。はい。早い。もう新松本ですよ。あ、新松なんか指名みてえだな。新松本って。新松本頑張って。さあ、はい。ちょうど中間地点ですね。はい。はい、前回戦並びで打って。はい。俺1台目当たったんですけど反発で、うん、で今2台目移動したところです、はい、投資がね2万4000だったかな、申し訳ないです、はいはい、私はですね、凱旋、最初の台で、G ストップ V 揃いで、その後あまり良くなかったんで2台目移動しまして、マイナス200枚ぐらいです。あ、ということは2人で1400枚ぐらいマイナスですね、はい、買われてないんですよ俺ら。まだね、はい、もう V で変わったかと思いきや、その後がダメでしたね。もう昼飯とかも全然変われてないもんこいつ。昼飯の話するんだったら、リミッターすっごいかけてましたね。なんの？木村さん。全然かけてんよ俺。あれまで食べてビスケットまで。間違って出てきて。なんで？チキンフィレサンド。はい、チキンフィレサンド。チキン1本。はい、コールスロー M。はい。コーラ M、はい、ビスケット、はい、全然リミッターかけてないじゃん。食べ放題コースもありますけどって言われて、ビュッフェがありましたね。ちょ、まだね、あれ値段知ってる？はい、いくら？1980円。そんなの昼にかけてやんないじゃん。そうですね、そう、まだ買ってもないのに。誰目じゃねえか、はい、リミッターじゃねえんだよお前。遠慮っつんだよお前これ。制作会社遠慮や、当たり前当たり前やお前。大人の処世じゃねえよ。あ、そうですね、リミッターじゃねえから。2人1400枚もマイナスなんですけど、大丈夫、はい、大丈夫です。なんすか、3000枚はもうほぼ確定してます。で投資350枚なんて、はい、1人で2500枚ぐらいの浮き輪も確定してますから、まだまだプラスですよこのチームは。っていうか冷静に考えて昨日はプラったんだよね。プラいましたね、うん、2300枚ですけど。変わる必要がないじゃん。より高みに。そうね、そうです、うん、天井界の人になりたいです、はい、僕は。ちょっと待って、じゃあ過去3回は何だったのお前、そのきれいに1300枚を去ったっていう3回は。遊んでたんじゃないですか。旅打ちだって。そういうとこだよね、お前買わなきゃいけないとか、そういうとこだ。あ、なるほど、そうです、責任感。そうですね、蓄動じゃない、蓄動じゃない、そこを直すとかじゃない。そう、責任感を持つって始終ですもんね、もうね。だからキャプテンなんですよ。キャプテン、うん、そうです、キャップなんです、キャップ、キャップ、うん、キャップ、チャンプ、チャンピオン。なんですか、なんでキャップって言ってチャンピオンね。そういうとこだお前も。はい、チャンプでいいじゃねえか。そうでしたね、キャップ。キャップときたらチャンプです。で俺何、なんですかね、スマップでもいいよ。まあいいですよ、俺はいいですよ。イソップじゃないですか。ああ、イソップ。ウソップとか、ね、ウソップとか。ああ、ウソップでもいい。じゃあイソップでいいですよ、イソップ。はい、今のところプラスですけど、これ油断ならないんで俺ら。そうですね、まあ、はい、ジャブジャブ入れてるところなんで、はい、勝ちてえなー、ここまで19勝5敗、うん、すごい。20勝に大手かかってる。20勝5敗になるか、はい、19勝6敗になるか全然違うんで、うん、そうですね、ぜひ、はい、あのお題、20勝のお題に、はい、じゃないと終わっちゃうんだこれ。絶対そうでしょ。次負けたらもう終わりなんで。え、いや終わりですよ。次負けたら終わり。なんでその先に話題。常にそんな綱渡りだったんですか今まで。プレッシャーかけちゃうかな。もうゴスロ行くかもしれないですね。それで、はい、頼ますもん、はい、頑張ります、はい。後半戦開始だよ。さあ後半 AT からです。 AT 抜けないで終わる可能性もね、全然ありますよこれ展開的には、まあ、緩やかに減っていくよね。でも2人が当ててくんないと、せめてどっちかが出てくんないと。さああと2セットはありますよ。
さあ、持ちコインがなくなってしまいまして、追加投資です、追加投資1000円なんで、ここまで1万円投資だったんで1万1000円目です。いやいやいや、まずいな、まずいな、まずいな、これまた落ちたな。もしかしてやばいの？いや、行かざるを得ないですよね。まあ前日400ですもんね。そうなんですよ、約。いや、大丈夫。俺を信じろ。もう眠くてしょうがないかもしれないですか。眠くないよ、本当に。本当っすか？いや、すげえ迷ってんの。迷ってる？入れるかどうか。今3番。3番。第3番。でも、これ1ゲーム3枚増えるじゃないですか。2人で大体1ゲーム4枚ずつぐらい減ってくるんですよ。だどんどん減ってんですよ。しっかりしろ、お前。キムさん、キムさん、今のはおかしいよ。あの、同じ立場だから。今のはおかしい。いや、握手してる場合じゃねえよ。それも違う。ちょっと、ちょっと、ちょっと、から元気でちょっと。行ってやる。マジ行ってやる。ああ、じゃあ期待しますね。リミッター来ていいの？あ、いや、もう来てください。行っちゃうよ、俺。投資じゃないですかね。投資のリミッターじゃない。出玉のリミッター。爆裂出玉ですよ、爆裂。おお、2連できてね。さあ、この前がもし2セットしてあるならば、この510、さあ 10% の割合で天井なんですが、あれ510から始まったんですか。ボット天井、いや、ないよ。弱い、弱いっすか。ない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 よ。でもパキパキ来てるな。ないよ、ないない。リセットゴッド店長じゃないっすか、これ。ないよ、ないよ。いや、あるぞ、あるぞ。ないよ、ないよ、ほんだ。世の中そんなの行かない。いや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 、これは来てるでしょ。あれ来てる、来てる、来てる、来てる。相当来てるよ、これ。行かないよ。いや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 、ないない。もう打ち方が全然違うもん。期待してる打ち方だもん。ほらほらほら、どんどん行ってる。ない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 。いやいやいや、あるってこれ。あれ？俺買われてないもん。あれあれ、買われてないもん。なんだよこれ。なんだよこれよ。頼りはマリモだけ。さあ、問題はここです。とりあえず予定数が終了してますけど、どっかでループしていれば、倒し、倒し。ないかな。ない。あー、ぴったりでした。本気でまずいかも。僕、凱旋はやめときましょうか。3人凱旋はやばくないですか、この状況で。やばい、やばい。あ、2人はもうやめられないじゃないですか。ここまで行ったらやめられないです、はい。ちょっと僕探してきます。頼む、はい。もう完全俺らにかかってんの。そうなんですよね。でも残り時間もないんで、やっぱボーナスタイプになるかな。まあ一通り見てみますけどね。3154枚、7000なんで350枚、2800枚浮いてる。今2800枚浮いてます。2800枚浮いてるんで、これを減らしはしないから。何に行くんですか。アクロス、アクロス。わ、減らしはしないんで、はい、お二人の頑張り次第です。木村さん、今投資いくらですか。41。僕が23なんで、今プラマイゼロぐらい。負けてる、負けてる。ちょいマイナーです、下手すりゃ。頑張ります。これがね、めちゃめちゃ出てるんで、おととい入るとしたらこっちなのかなとは思うけど、あと今日、まあ、ちょっとだけど回っててあんま良くないんですよね、構成が。これ手つかずなんですよ、こっちが。
手つかずの方行ってみましょう。じゃあお前があれを外してからおかしなことになってるぞ。いやーねえ、朝一からマリモがぶっ飛ばして、まさかこんなマイナスな今日は余裕だなって、まあ、油断したわけではないんですけど、まさかまさかこんなことになるとは、バイソンと2人でこう天井を追っかけるような展開になるとは思わなかったですね。ただ前日が391ゲームやめで、現在消化ゲーム数が762、リセットされていようとなかろうとそんなに現状は遠くないと。19勝5敗ってすごいいい成績だと思うんですけどね。本当にだって基本3人並びで打ってるじゃないですか。めちゃめちゃいいと思うんだよな。それで次負けたらって。お、当たった。リリースです。押し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 47ゲーム。こっち移ってきてから100枚かな投資。ここで行きたいのはゴッド赤七出なければ天井。普通のカス当たりいらねえよ。カス当たりはもはや設定云々じゃないんですよ。まさかな。でもここでゴッドインしたらうまい酒飲めるぜ今夜。これ怖いのが前日朝一1200ハマってですよね。据え置きなんですよね昨日は。さあ5枚第5枚使いました。これ6枚目今2500枚。まずいなまずいなまずいな。マリモン全部溶かしてるな俺一人で。なんでバイソンのマイナスは全部3人トータルのマイナスみたいな感じですね。本当に大事だよ本当に大事だよ。まあ仮に2セッターとしてその 50% を引けるかどうか、要は 80% 継続を引けるかどうか2分の1。そうですよね。ここ絶対引いてやりますよ。リセット天井なるか。さあこれで果たして天井に到達したのか。リセットしていれば、あれあれあれ、これ言ってないな。末っぽいっすね。やっちゃった。まあ俺はいいけど地獄じゃねえか。うわやべえ。あキムさん天井。うわ違う当たんねえわ。殺気立ってますね。するとここで、これは自力ですよね。自力自力全然自力でもここでゴッドインしたらうまい酒飲めるぜ今夜。な、7要は中段ゴッド止まれんだろ。中段ゴッドゴッド、はい。かっこいい。誰かゴッド引いたぞ。人生いやトップ5に入る嬉しさだねこれ。もうちょっと早く引いとけばよかったんですけど。いやでもでも素晴らしい結構。お前 よく言うね。やったいや据え置きが確定してうわーって思ったら、いやなんか今飲み物買ってたらうっすら聞こえてきたんですよ。ファンファーレが。しかも武蔵です。
武蔵、はい、遅れとか、うん、やったやったやったっすね。ただ54,000一回じゃ取り返せない。取り返せちょっと据え置き、きつい、ね、全然待ってねえじゃん。こっからっすね。まあ、ちゃんとやるわ、回しちゃうわ。よし、大丈夫よ。もっと2回引いてんだからな。ちょっと泣きそうです、今。頑張ります。あー、まあ、こうか不こうか、ここでゴッド。いやー、聞き違いじゃなかったっすね。逆転の目が出てきた。流れだよな、はい、これ。よしよしよし。松本くん次第だよね、でもね、結構。キムさんはあれで1800枚くらいでしょ、6連だから。まあ負けてても500枚ぐらいですよね、多分マイナス500枚ぐらいで。僕は今多分、まあ、ちょっと飲まれちゃったんで、偽でも2500枚ぐらいプラスになってるん で2人合わせて2000枚ぐらいプラスです現状ね、まあ、この後僕ももしかしたら減っちゃうかもしれないけど、松本くんが2000枚以内で抑えれば勝機はあります。ああ、なんかちょっと前から当たってたのかな。なんかちょっと怪しい出目が止まってたような記憶もなくもない。さあ、これ挟み撃ち、よし、よし、もう一個いっときましょう。おお、7、いやいや、まあ、7連敗だから、まあ、7連敗。あ、当たった。大枠店頭で上段青天です。だけかもしれない。こんな形なんですね。これで諦めなくていいってことかな。順押しでしか止まんないのかな、この出目って。やはり負けでした。朝一台打ってほぼほぼ頭からケツまで行っちゃったな。でもここからまずは2分の1引いて伸ばすか、どこまで伸ばすかです。あ、枠上はチェリーなので共通ですね。よーし、57ゲーム。これで多分この台はチャラにできたと思います。単発だと終わるからな。単発だと終わるぞ。お前、終わるわけないですよ。終わるから、僕変わったんですから。今までバイソンは戦績すごい良かったんですよ。今回この手だらけじゃないですか。まあ、確かに変わったは変わったんですけど、悪い方に変わったんじゃないか、もしかしてっていう気がしないでもないですよ。これが1470ゲームですね。51本、ゴッドですね。言ってる場合か。
さあお願いします。天井です。まだ分かんないです。まだ。おし、当たった。84ゲーム。悪くないゲーム数ではある。うわー、化けか。化けの分ぐらいしかね。化けの分ぐらいしか、ハマり分ぐらいしかポインが出ないです、これじゃ。お願いします。6、8、4。おい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 、お前分かってんだろうな、本当にマジで。ほっとすいません。まだ分かんない、まだ分かんない。さあどうする。本当に困ったぞ。ちょっと見に行ってみますか。ちょ、もういい、お前ちょっと今3枚出して。俺マイナス、多分これ終わって800枚ぐらい。800枚、マイナス800枚ぐらい。マリモさん本当すいません。え、天井単発。はい、で今のところトータルを出せと言われております。で僕は2450マイナス、僕が2700枚ぐらいのプラスかな、という。足りない、500枚ぐらい足りない。500枚。あの後乗せたんすか。いや、確定7まで、7までいってる。いや微妙。これちょっと一回流してみようかな。あ、変わんないわ、移動してきた時と。2804枚かな。だか松本くんのはもう完全に拭えてるんで。はいはい、据え置き天井単発でした。投資が51本で、獲得が239枚なんで、私の収支はマイナスの2311枚です。やめる場合はマイデータを終了してパチロボで QR を読み込めば OK。 パチロボ内のコミュニティで今回のデータが見られるよ。フレンドで3人のニックネームを検索してみよう。ちょうど2800枚のプラスです。ちょうど2800枚のプラス。ここでプラスの489です。俺800ぐらいのマイナスで終わる。800ぐらいのマイナス、ということは終わった時点で300枚足りないんですね。そう、300枚足りない、はい、なんとか増やして。選びに行こう、選びに行こう。もうこっから完全吟味しないと。今までも吟味してましたけど、まあしてないよね、並びだから。果たしてまくれるか。現在、ビッグ3、レギュラー6で合成157分の1で、ビッグは470分の1ですけど、化けが236分の1、だいぶ確率が、出現率がいい台。ちょっとこれを少し様子見ましょう。いや、10枚の落ちが悪いのに、お通しが2700なんで、マイナス800、マイナス900ですね。
このまま終わった場合にはさ、頼む脳天脳天。ラスト、あったー。いやーこれはいねえか。というわけでちょっと外線打ってる場合じゃない、まあ、なんとかもう本当にあとちょっとなんで、はい、いきます。レギュラーボーナス出現率が261分の1。これマイナス923枚。マイナス923枚。全然あの15枚が全然落ちなかった。434枚足りないところからスタート。3人総出でプラスを目指す。1024 いや素晴らしいです。取りこぼさなかったのも変わるっつうのはこういうことですよ。え、これだからピエロじゃ勝てないですよ。この本と左からバー狙ってますけど、はい、何やってんですか。え、完璧に打たないといけなかったですか。ベルピエロも取らこれでしょ、はい、変わるっていうことは、はい、違うぞ。あれ入ってんの今どこで入ったの。リプレイで今フラッシュはなかったんですよ。入ってます。よし、リンク投資が100枚。来ましたよ。あ、来ましたよ。本当に本当に、はい、てめえぶっ飛ばすとこであろう。てめえおいおい、バケじゃ勝てないっす。やろう、はい、まあ、ジャグレンの入ったモード入ったんです。ジャグレンが入った、こっから変わりますから。まあ分かってたけどね、化け以外ありえないと思ってましたけど、本当に化けだもんね。期待に応えるところではあるよね。あ、応えてる男ではあるよ、ね、429ゲーム、投資100枚です。化けだと思ったんだよな今日は。昨日からの流れでね、きっとここは化けだろうなと思って。これまだ足んないよね、多分使ってる分にさっぴいたら多分まだ多分200枚ぐらい負けてると思うんですよね。わ、目押しミスじゃなければ負け。これでいけたか。ちょ、消化して一回計算しよう、計算しよう、はい、消化して、消化して、消化して、はい、消化して、お前計算しろ。わかりました。406ゲームで負けです。うわっ、よし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 1992。プラス39。刻んだ、刻んだ。やめよう、やめよう、やめます。あ、お疲れ様でした。じゃ、ジャグラーゼロゲーム。ジャグレンズがぶっ飛ばすことあるね。ぶっ飛ばすのは。やめる。やめる。やめる。いいんすか本当にジャグレン。それは後でやってくれ。後でやってくれ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
命がけの炎の実戦ですね俺ね、まあ、たまらなかったですね。じゃあまず個々の収支で言うと俺はゴッド引いたんですけど、はい、マイナス657、はい、あれで、私はですね、凱旋で天井まで行ってしまいまして、2分の1漏れましてですね、単発最後ジャグラーでちょっと返しました、マイナス1992枚です。で2人で大きな負債を負って、はい、さあ過去3回、はいはい、惨憺たる結果でやったマリマさん、はい、私投資は400枚、回収が3088枚なんで2688枚のプラスということで、3人トータルで39枚のプラスでございます。プラスはプラスですから、はい、やりました。サンキュー、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 サンキューですね。一番いい終わり方ですね。20勝5敗、ついに番組の土俵際も救いましたね、うん、勝率8割ですから俺ね。すごいっすね、それ考えると。いやいや、なかなかっすよ。危なかったっすね、今日終わるとこだったな。今日は本当危なかったっす。でもこれぐらい圧かけないとお前らダメなんだなっていうのは分かりましたね。やりましたね、変わったよ ね、 あれあれね、さ最後のビッグは変われたと思いました、ね、僕変わったと思う。お前だって凱旋で単発の時もまだヘラ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 しながらずっとイライラしヘラヘラというかもう絶望ですよあれ。笑うしかない状況だったんですもん。いやでも最後は何俺が締めたぞみたいな。いやもう僕はもう全部持ってってやったぐらいやろ。あのビッグでジャグラーのビッグで。いやでも、はい、まあまあ一番稼ぐ人はもちろんマリマンスけど、はいはい、まあ3人の力っすよね。そうですね、途中からはこう目標を定めて、はいはい、そこに向かって、はい、なんかこれ上昇って感じになってきたな、ね、なあ言っときますもん。そう3カ所言っとこうよ、はい、最後さ、はい、はい、ヘアスタイル拒まない。ちょっと待ってください。ヘアスタイルね。ヘアスタイルが。ヘアスタイル。何回目だよ。ヘアカットを強要されても拒まない。畜能っぽいけど畜能じゃない。リミットを設けない。WG 上昇理論。これで終わりでいいんですか。いや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 、これでいいんですか。いや、ただやっぱりいいのかなって思うのは、やっぱり畜生っぽいけど畜生じゃないっていう文言はいいのかなと思うけど、まあ番組的にはいいですよ、これで終わって。大丈夫ですか。いや、いい旅でした、はいはい、じゃあまた機会がありましたよろしくお願いいたします、はい、多分次この2人を呼んだ時はもう成長ね、はい、変われたんで、多く変われたんで著しい成長が見られると思います、はい、もうこれドーン行く、もう安心して見てられるんじゃないかなと思いますけど、はい、はい、また機会があった気がする。こういう時っていう大体ないですよね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ガルガル寒いから、はい、ねえ。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信。毎週火曜配信、ブリッジと光の面白いテレビ。毎週水曜配信、嵐と松本。毎週木曜配信、魚拓男性の月とすっぽんぽん。毎週金曜配信、どうにか貧乏家族。さらに第3第4月曜、サイトセブンカップの最新大会を配信。YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。